さあ、いよいよ日本の夢を乗せて、いや、人類の夢を乗せて、ね、宇宙に行く瞬間です。フライトモード。さあ、15秒切りました。かなり高度を上げているんですが、このロケットの音、まだ聞こえるまで聞こえることができます。JU3 に向けて、2018年でしたっけ、到着の予定が、それは4年、およそ4年かかるんですね。行ってらっしゃいって感じで。めぐみさん、はい、打ち上げから1分ほど経ちましたが、音、そしてロケットの姿、肉眼では確認できなくなってしまいました。今カメラではまだ追っかけられる。こちらからは以上です。はい。岩崎さん。はい、今ちょっと分かれたかな。今はルースターが分離されたんですね。はいはい、今の映像あったかな。あ、ほらほらほら。分かれてる分かれてる。今3つある？そうですね、だから両側についてたブースターが分離したので3つになって、真ん中がだからロケット本体です、ね、真ん中に1つが、はい、これはまだ上昇します。はい、へえ、今この映像、いやー、佐岡先生いかがですか、今のお気持ちを。まだ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 切り離しますから、衛星がそれがまで成功です。なるほど、まだまだなんですね。まだ 80% です。まだ 80%。 寺川さんいかがですか。そうですね、まだやっぱり慎重に見守らなければいけないですね、はい、まだまだね、はい、午後1時23分52秒、まあ、1分48秒後に今映像がちらっとご覧いただきましたけど、3つに分かれました、ね、まだその段階なんですね、はい、そこは今ご覧いただきましたけど、